大谷翔平、ドジャースの超大型契約を超えるか、ヤンキースに所属する若き手法不安外の挙手に熱視線が継がれている。今オフに FA となる25歳は、米9回の遺跡市場においても人気銘柄となるのは必死だ。今季にヤンキースと3100万ドル、約46億5000万円で契約に合意した外は、 年俸調低権を持つ選手としては、大谷の3000万ドル、約45億円、お抜き、史上最高額となった。迎えたレギュラーシーズンでは、打率点288、41本塁打、109打点、オプス、989の高成績をマーク。ワールドシリーズにまで勝ち進んだコンポストシーズンでも打率点333、 三本抜いだ、オプス1.106のハイアベレージ。若くして重量打線の一角を担っている。その若さもあり、昨オフにドジャースと10年総額7億ドル、約1015億円イコール当時レートを交わした大谷を超えるポテンシャルは十分にあると言っていい。米スポーツ専門局 CBS スポーツは、 不安外は大谷翔平の契約に勝るか。と銘打った記事内で、ある球団は11年契約で5億2000万ドル、約777億円。もう一つは12年契約で5億4000万、約807億円。3人目の情報源は冗談混じりに大谷が得た金額より100万ドル、約1億4900万円。多い。 と答えたと伝えた。また、米経済誌、フォーブスも、争奪戦必至の外の同性について言及。10年6億ドル、約894億円、程度になるというのがもっぱらの予想だとしつつ外の年齢と素晴らしい才能を考えると、大谷の契約額を上回り、史上最高額の報酬を受け取る選手になる可能性も大いにあり得る。 と予測した。さらに同志は、あるベテランスカウトの情報、として外獲得に本腰を入れている球団が4つあると断言。ヤンキース、メッツ、ジャイアンツの名を挙げ、大谷をはじめとするスター選手を数多く保有するドジャースとの電撃契約の可能性を論じた。ドジャースという球団は、 チームに高利益をもたらすとしたスーパースターへの入札に躊躇はしない。すでに彼らは大谷、ベッツ、フリーマン、テオスカー、ヘルナンデス、ビル、スミス、マンシーを打線に抱えているが、外と契約することに、金銭的な障害はないだろう。あらゆる状況から現実性は限りなくゼロに近い。 だが、もしもドジャースが大谷を超える巨額契約を外と締結したら、球界が騒然となるのは間違いないが、果たしてどうなるか。